それでは第109回京都記念、こちらの方の予想を始めていきたいと思います。まあこのレース基本的には人気上位馬が強いんですけれども、まあ頭数が揃わないということも多いんですけれどもね。まあにしてもなぜか3年間はですね、一番人気が絡んでいないというところで、近年の一番人気は危ないかなと思ったりもします。前走成績では、まあ、有馬記念で追い込みきれなかった馬というのは、着外からの巻き返しもあるんですけれども、基本的には重賞で掲示板に載っていた好調馬というのが強いですね。血統面では切れ味よりも長くいい足が使えるタイプ、まあそういったところで、トニービーの血を持った馬というのがいいですね。まあもちろんディープインパクト産駒というのもよく走りますし、まあトニービーに類するような、まあ欧州血統ですね。そういったところが、血統的には向くというところになります。客室面では差しもあるんですけれども、逃げ有利ですね。もう本当に逃げたらそのまま逃げ切れるような、そういったコースとなっております。枠順面では内もあるんですけれども、まあどちらかといえば外有利かなと思うんですけれども、まあ今回は割と15頭と頭数は揃ってますので、まああんまりにも外すぎるのはどうかなってぐらいで、まああんまり枠順は気にしなくてもいいかなというふうに思います。まあそういったところで本命は1番の山勝エース、こちらにしたいと思います。まあ実力つけて強くなったなという印象もあるので、この馬を本命にしますね。まあ血統的にもキングカメハメハも、まあグラスアンダーも洋芝に強いというところもありますしね。まあどちらかといえば洋芝血統寄りというところで、条件的にはかなり揃っているというところになります。まあ、客室的にも今回あんまり前に行きたいタイプがいないので、まあこのままどちらかといえば前に行きたいタイプというところで、まあ枠も1番枠に入ってしまったというところもあるので、もう前に行かざるを得ないんじゃないかなというふうに見ております。重賞も2連勝中と、調子を上げてきているという勢いもありますので、そこに乗っかかりたいなというふうに思いますね。まあ、対抗の方は、まあ、14番の鈴鹿デビアス、こちらにしたいと思います。まあ、近走は、まあ、逃げてあんまり不甲斐ない結果となってはおりますけれども、まあ、なんだかんだ言っても、去年の京都記念では逃げて2着と頑張ってますね。ラブリーデーに花さと、まあ、ここだけ見れば、まあ、頑張ってるなーっていう感じはしますけれどもね。逃げる馬がいないので、楽逃げできて、残れるのであれば面白いんじゃないかなというふうにも思いますしね。まあ、前走のアメリカジョッキークラブカップ、こちらの方でも、まあ、逃げて負けてはいるんですけれども、まあ、コンマ5秒差と、まあまあ、離れてもいないというところもあるし、逃げ勢の中ではなかなかよく頑張ったというところもありますので、調子自体は問題ないんじゃないかなというふうに見ております。まあ血統的にも特に強調するところはないんですけれども、まあ金亀3区もちょいちょい走ったりはしますしね。まあいいかなというところですね。今山勝エースと合わせて、ダブルであるかなというふうには考えております。他を抑えていくところが9番のレイブ・ミストラルですね。まあこちらは後ろから行くタイプではあるんですけれども、まあ前走も結構スパッと1頭だけ後ろから行って、まあ力は違うなというような勝ち方してますので、まあ、今回も十分あるんじゃないかなと思いますね。まああんまり後ろから行く馬に向くレースではないんですけれども、まあ面白い一頭じゃないかなと思いますね。まあ前走の勝ち方がフロックでなければ、まあ今回も勝っても全然おかしくないかなというふうに見ております。あともう一頭ですね。4番湘南バッハ、こちらにしたいと思います。まあこちらも後ろから行くタイプではあるんですけれどもね。まあひょっとしたら前に行ってくれないかなという気持ちも含めて、まあ押しております。まあ前走も、まあ2200メーターの小回りですね。まあこちらは非根幹距離ということで、使ってもまあまあ好走しているというところです。まあそういった感じですかね。まあステイゴールドも、洋芝適性は高いというところで、いいんじゃないかなというふうに見ておりますね。まあ桜爆心王でどうなんだというところもありますけれども、
今までの実績から言って、そんなに気にすることもないかなというふうには考えております。田辺棋士の一発というところにも期待感を持っての、抑えというところですね。福永棋士も復活してどうだというところもあるんですけれどもね。ディープインパクト3区で、サドラーズベルズというところで面白み自体は結構あるかなというふうには思うんですけどもね。いかんせんどこまで追い切れるかなという不安があったので、馬券購入には至らないという感じですかね。あと、デムーロ騎手が乗るサトノクラウも、この馬でこんなに人気になるんだなという感じで、本当に騎手人気を感じたりもします。実力的にはちょっと足らないんじゃないかなというところで、もうちょっと構想するまで、手を出さないというのも手かなというふうには思っております。ちなみにトニービーの血を持った馬というのが、アドマイアデウスと、8番のマイネルディーンと10番のワンアンドオンリーですね。なかなか狙うには難しいかな。アドマイアデウスぐらいは、復調気配はあるので、買ってもいいかなとは思いますけども、今回はそんなに気にせずという感じで狙っていきたいと思います。予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。